みたいに隠れて追わないピンと天使はもうこの部屋にはいない。顔も知らない人と見合う今日この頃、何かを指針にして動き始める。私の耳をつんざくような音、ないものねだりで夜が明ける頃、誰かの寝言が街を歩く頃、ああなんて気づかれた。このままじゃ生きられない、知らない。